一万竜は、明治末に、日本一の美人と歌われ、人気を博した芸儀である。二歳下の商用と共に、東京の二名義とも呼ばれることもある。本名は、田向井聖。東京日本橋で、運送屋の下請けをしていた、田向井初太郎と浜の間に生まれる。父親が肺病となり、一家は困窮し、七歳の時、東京赤坂花町の芸儀置き屋、春本の昼間染めの幼女になる。 赤坂の小学校に入学したが、いでたちが華やかすぎて、他の子供に見せられないとして、学校側から通学を拒まれたとも言う。おしゃく時代から注目され、芸人になった後も、おっとりしすぎだと咎めるものもあったが、人気を集めていた。非気客だった長島隆二に言わせると、小柄で、よく見ると抜きんでるほどの美人でもなく、芸も接客も大したことがないのに、 そういったことを超越する不思議な魅力と神を持ち合わせていたという。当時の一流芸技は多くの男性の憧れの対象であり、現在のタレント、アイドルに相当する存在であった。谷崎純一郎は青春物語の中で一万流を改装し、当時の一流芸技の人気、社会的地位は今の第一流のキネマスターも遥かに及ばないだろうと記している。一万流は、 文芸クラブ氏が主催した芸妓の人気投票、日本百美人で9万票を得て第1位となって、注目を集め、絵葉書美人として人気を博した。新聞に、一万竜物語が連載され、三越のポスターなどにも登場し、酒は正宗芸者は一万竜と流行歌にも歌われるほど評判を呼んだ。もっとも絵葉書屋によると、一万竜は、 少々花が大きすぎるのが唯一の欠点だったという。1910年、箱根で大洪水に遭い、貧血を起こし逃げ遅れかけたところを、東京帝国大学の学生、常川陽一郎に助けられるという事件があった。翌年、再会した二人はやがて恋に落ちた。常川は、谷崎純一郎の富士一中、一高以来の同級生であり、同人し、新市長に参加する。 文学志望の青年であった。常川は姉婿の第二子、風間霊介を頼り、春本へ支払う、身受け金の金策に奔走する中、一万竜がインクを飲んで自殺未遂を起こす一幕もあった。1913年、常川と一万竜は結婚、大学生と芸妓のロマンスは、新聞史上で大きく取り上げられた。1914年7月、常川は 東京帝大法科大学政治学科を卒業、同年、自伝的小説、旧道を観光し評判になった。ところが結婚4年目の1916年、常川が病死し、若くして未亡人になってしまった。再び一万竜として芸儀に戻るのかどうかが世間の関心を集めた。翌年、常川の友人である建築家の岡田新一郎と結ばれることになった。再婚後は、 病弱な夫の看護や設計事務所の手伝いに専念した。岡田は1932年に成去し、再び未亡人となった。ご半生はひっそりと過ごし、演習流の茶道教授として多くの弟子に慕われる存在であった。ありがとうございます。